こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は少し前にですね、メルマガで黒本でよくやるスピークローのやり方のマイナスワンを皆さんに配布しましたので、これのやり方ですね、いろんな考え方を今日解説していきます。特に A の部分のこの「タッタンジャンジャン」タララランジャンジャンのところでね、ここの部分の決めに対してどうやって考えるかですね。まず最初エクササイズ1ですね。これはもう上に書いてある音とそのまま、決めは基本的にはシンバルで、短い音はハイハットのクローズとかで、バスドラも一緒に止む。ダンダタダダダジャンジャンダダダダ、短いからウッタで長い音、ウッタダジャンジャンで、まあロールして、まあっていうようなやり方、これが一番まあオーソドックスですね。実際にこのビッグバンドとかでやってみるとですね、こういうのを準備音って言うんですけど、タッタンジャンジャン、なぜかというとタッタンっていう音自体がここに脅迫があるからここが成立するわけじゃないですか。ところがタッタンってこう溜めて吹く人だったりとかするとはまらなかったなったり、みんなが結構グラグラになったりするんですよ。タッタンジャンジャンダダダラトンジャンジャン、まあこれダンダンねっていうふうに、まあ手で切ってあるっていうふうに、こうここはシンコペーションを入れてあげて、ここにつながりやすいように、ラトン、ジャージャンっていうふうにしたと。で、ラトとタタン、タトとタンタ、こう次の音につながる音がどん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 入っていきますよと、こういうふうにね。で、ここに頭に音。頭にドラムが音、要はメロディーとかぶっちゃってるんだけど、かぶってるところにこのメロディーを、もうドラムがリズムを置いてあげると、間違いなくバンドが締まるんですよ。で、こういう風なやり方で叩いています。だからタッタンジャンジャンタダダラトンジャンジャンタダラトトゥカタンタドドランタジャンジャンうんうんタ、これはまあ右から、ブレーキは右からですね。ヒリとか多分こうやってやるんじゃないかなと思います。こういう風に叩きます。で、これがすごく大事なのが、こう要はビッグバンドの上手くなってくると、こういう準備音って省くんですよ。みんな上手いから、もうみんなこう揺れないから、揺れなくなったスペースがいっぱい空いてる方がすごくこう芸術的になるんですね。だから上手いビッグバンドのドラマーなんか見ると、こういうのってすごい省いてたりするんですよ。だからそれをそのまま譜面にしたものをみんながやってるし、みんなその音源聞いてるから一生懸命裏から入ろうとするんだけど、裏から入るとやっぱ難しいんですね、バンドはね。だからバンドが初心者が多かったりとか、そういうビッグバンドに慣れてない人がやるんだったら、絶対にこういうところに音を入れた方がいいんですね。というところがやっぱり分かってないと、やっぱりこうバンドがこうちぐはぐになりやすいということですね。これができてからですね、じゃあこれ聞いてみましょう。じゃあ次はこうよくある裏から、要はこのメロディーとこう被らないように裏から、タッタタタンドタドダダダウタツクタドタタド、で今度は間を埋めていく、こういう間を。で、間って結局こことここが合ってれば、この2つを、要はこれはどっちも叩いてるっていうパターンと、これはここだけ叩いてれば、じゃあここだけ叩くっていうパターンもあるし、で全部叩かないバージョン、これはこの間やってるやつ、その手前はね、じゃんじゃん、この4種類は使い分けて全然構わないですね。で、タドドタツクタ、これはここ、まあ、メロディーにかぶっちゃってるけど、こうやってもう次の音次の音へって音がこうつなげていく感じで、ここもウッタンタタンでつなげて、でこれはこの前段、これは決めがないんだけど、ここにメロディーが当たってるからちょうどやってるし、これタドタドタドってやると同じ形が3つ続くんで、綺麗に通り抜けてる感じがするでしょ。で、ここフィルインですね。なので、ウッタタン、ウンタタ、ウンダダダ、ウッタツクタツタタタ、ウンタタタン、タドドタツタタドドタンタタ、ドッタドッタドタタン、ドドドン。という形ですね。ここ、ウカカかーってやる人もいるんで、ちょうどハマると思います。で、じゃあ聞いてみましょう。1, 2.
はい、じゃあ最後4つ目ですね。ウッタタンタードット、これがさっきのここを使ってないやつね。ここシンバルにせずに逆にスネア、ハイハットをクラッシュと。で、これはみ出す。ここがちょうど空いてるからね。タッタランタドットパタンタダダダって、ここのメロディにつながりやすくなるでしょ。で、タダダツクタツクタタドントンタ。これが、僕の5つ目ですね。ここに、この4拍目の裏にアプローチするのに、スネアから2拍3連の裏、タドントンジャンってやると、ちょうど最初のこことここが当たるので、これよく使います。タドツタタドットタパトン。これもはみ出したと。まあ、この辺フィリーがよく使うやつですね。うったつくたたどばどたつくたたどたどたたた。これはどたたっていうのが、ここからスピードが上がってるんだけど、あえてこういう前半のメロディを引用してきた。うったどたどたつくたたどたどたたたどたどば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 どん。これはもうヘミオラですね。ここね。ここヘミオラで全部やるとちょうど頭に解決するじゃないみたいな感じでちょうどいいじゃんって思って作ったんですね。書いて作るとこういうのが結構たくさんできるんで、僕はやっぱ書くのをやっぱすごくおすすめしますね。で、この2拍3連から崩れてってこっちに行くみたいな形のやつを作ってみました。はい、では聞いてみましょう。はい、いかがだったでしょうか。スピークローの解説でございましたが、こういうセクション譜に対してどうやってアプローチするかっていうのはメルマガの一番最初の特典でご用意してますので、ビッグバンドとかこういうコンボでよくキメのある曲やる人はぜひメルマガ登録してもらうと、順番にマイナスワンもついてて、どうやってやるというかで、レベル分けしてたくさんどんどんできるっていうのと、ビッグバンドみたいに長いセクションだと、これは僕のちょっと有料になるんですけど、セクションマニュアルっていうのがあって、これもなんかもっとグレードアップしていこうかな。こういう電子商材って面白いんですけど、質問があったりとグレードアップしてたら、どんどんあとで追加されてって、要は買っただけの時で終わりじゃなくて、どんどん追加されていくということですね。今期はちょっとビッグバンドのマイナスワンなんかを作ろうかなってちょっと考えているので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。それでは、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。